こんにちは。CRI のおしみです。皆様は SDV とゲーム産業の類似性をご存知でしょうかイーロンマスクのテスラと共に認知された SDV。車両を販売した後もアップデートで稼ぐリカーリングビジネスですね。実は、ゲーム産業も販売本数ビジネスから継続ビジネスに激見しました。 昨今のスマホゲームはアップデートを繰り返しながら年賞1000億円以上を叩き出します。このアップデートビジネスを支えてきたのがゲーム技術です。CRI はこれからの新しいビジネスモデルを支えるゲーム技術を全ての産業に拡大しようとしています。CRI は映像と音声の技術をミドル屋化しライセンス販売しています。 緑は製造原価がないため高い利益率を実現できます。CRI ウェアを採用したゲームのライセンス数は全世界で8200ライセンスを超えています。おかげさまでこの CRI ウェアのロゴ、とっても有名になりました。現在 CRI は年商30億円の企業です。異業種、グローバル、 新製品の3基軸で成長戦略を考えています。ゲーム業界で培った技術をエンタープライズ業界へ拡大することで中期目標として100億円企業を目指し成長を加速させていきます。ここからは CRI の成長を大きく牽引していくモビリティ事業についてご紹介します。ゲーム事業で培った技術を活かし、 モビリティ業界向けに映像・音声のミドル屋をライセンスしています。CRI ウェアのモビリティ業界での採用台数は、ここ1、2年で急拡大しており、2024年3月時点で累計663万台となりました。まずは音声ミドルアについてお話しします。車は iBG、ハンドビジーの環境であり、 ドライバーにとって音声は重要な情報伝達手段です。自動運転が進化し、車はセンサーの塊になりました。前方に歩行者を検知したら、警告音を鳴らします。これはゲームにおける前方に敵がいますとガイド音声が流れることと同じです。行動化する自動車にとってゲームのサウンド制御技術の活用の場が広がります。 サウンドミドルエアの ADX オートモティブは日系メーカーを手始めに海外メーカーへにも拡散し四輪車世界生産台数の 20%1,500 万台への採用を目指しています。現在メータークラスターを中心に採用されていますが車両接近通報装置や IVI などを広げることで時代の車両からのロイヤリティの増収を目論んでいます。 次は映像です。グラスコは高度なメーターグラフィックスを実現するミドルガーです。すでにグラスコの搭載されたオートバイは市場に導入され、今後自動車の発売も予定されています。二輪車及び四輪車のせ世界生産台数の10%、年間1100万台への採用を目指しています。冒頭に申し上げたとおり、 これらのゲーム技術は SDV を支える技術になります。この ADX オートモティブやグラスコはデータドリブン型のミドルヤになっています。つまりデータを差し替えるだけで機能アップできるということですね。ゲームデータをアップデートして収益を上げられるように社内の映像や音声の表示をアップデートすることでリカーリングビジネスを実現できます。いかがだったでしょうか ゲーム技術とモビリティの非常に高い親和性を感じていただけたと思います。今後音声製品の ADX オート t ティブグラフィック製品のグラスコそして次世代のコネクテッドカーを支えるコミュニケーション製品のテレクサスで年間売上30億円を目指しています。他の事業の成長戦略の詳細は当社ウェブサイトよりご覧ください。 今後とも CRI 緑アどうぞよろしくお願いいたします。